はい、どうも皆さんこんにちは。ジーンズを安く買う方法なんですが、昔はね、ジーンズの株主優待がヤフオクで出品されてて、それを落札して買う、クーポンコードを入れて買うっていうのがまあ安いやり方だったんですけど、それがもうなくなっちゃいましてね、今っていうかしばらくなかった気がするんですよ、クーポン使うっていうのはね。で、今はですね、実はクーポンがあって、しかもそのクーポンがやばい。何がやばいって、これジーンズのクーポンの落札相場なんですけど、17円、19円、10円とかっていうクーポン、しかもこれ 30% オフなんですよ。やばくないっすか？怪しいなと思って買ってみたんですよ。で、買ってみてすぐね返信いただきまして、まあクーポン番号出たんですけど、なんかね普通の単語だったんですよ。で、そのクーポンの単語ね、あ、これもしかしてインターネットで普通になんかその SNS とか、メルマガとか登録したらもらえるやつなのかなと思ったんですけどね、そうじゃないらしいんですよ。で、実際にそのクーポンコードと、ジーンズとかっていうのを Google で検索しても出てこないんで、彼らはどこからこの 30% オフのクーポンをね手に入れてるのかっていうね、非常に謎なクーポンなんですけど、しかも安いじゃないですか。だからただ分タドで手に入れてんのかななんてね思うんですけど、でまあブロ調べてみてもね、そのジーンズのクーポン、こんなにお得ですよっていう紹介してるブログもあるんですけど、入手先がわからないって言ってるんですよね。まあもうちょっとね、僕今から調べればもしかするとわかるのかもしれませんけど、まあとりあえずね、これだけ安い値段で手に入るんで、別にここで買うだけでいいんじゃないかっていう気もするんですけど、まあいいでしょう。で、実際ね、買ってみましたよ。っていうかまだ買ってないんですけど、これまあ昔のねデータなんですけど、もう度数が変わっちゃってるんでね、近隣店舗でレンズ交換にします。レンズの屈折率かなんかを選べますよね。それはその店舗で指定しようかなと思うんですけど、はい、ここですね。5000円の商品、初めて僕5000円買うかな。いつもだいたい8000円以上とかのやつ買ってたんですけどね、1620円、引かれてます。3780円ですよ。どっから利益出るんですかね。これで 1.6 とかのレンズを買っちゃうわけですからね、やばくないっすか。これだって送料もかかるわけですから、どっから利益が出てるのか分かりませんがね。注文確定しちゃいます。注文して3日くらいで届いたかな。早いですね。ジーンズシアターチケット、返品交換カード保証書、あとは、レンズ交換券、あとは納品書じゃなくて納品書がついてました。保証書見たらやっぱし、注文した日の次の日の出荷して、出荷して3日、だから4日、注文して4日で届きましたね。これを持って、レンズ交換に行きます。有効期限がご購入日より1年間ってなってるんで、多分保証書とかもね一緒に持ってかないとダメなんでしょうね。で、メガネですね。実はもう店舗でね、見てるんですけど、すっごいチープ、すっごいチープな感じのメガネです。ペラペラでしょ。でもペラペラなんですけど、逆に8000のやつよりもね、こっちの方が僕はデザインが好きだったんで、別に8000の方でも良かったんですよ。良かったんですけど、5000の方がね、デザインが良かったんでね、こっち買っちゃいました。ペラペラなんですけど、こういうことよ、こういうこと。わかります？これがこれね、これがこうなって、まずこれね3番から立てないとダメだわ。でこうで、こうなってここに引っかかると。 OK。
端末はちなみに、iPhone6S みんなが、大体持ってると思うんで iPhone でやってみますね。で VR を見る今ね、ログインして、こう行きましたね、VR を見る、 YouTube をダウンロードする。あ、なるほどね。あ、各自で見てくれってことか。あ、来た来た。1833も見てる。あ、でこれ押すの。はいはいはい、ごめん俺見る。あーあ、ああ、よくわからん。え、なになになに。あ、すげえ、すごいよみんな。すごいすごいすごい。あのね、こうわかる、わかるかな。ほら、上見たり下見たりできるわけ。左見たり右見たり。俺やっとわかったわ。そう、 VR ってそうだったね。というわけで、いかがでしょうか。よくわかんないけど、はい。というわけでね、保証書とフレーム持って、都内某所にね、ジーンズ行ってきたんですけど、今までって、持ってってもですね、お店に、薄いレンズ、これ 1.60 にしてもらったんですけど、薄いレンズってなくて、標準か、あるいは標準より1個下だったらすぐにお作りできますけどっていうことで、まあ要はその薄いやつはね、まあちょっと時間かかっちゃう、あえてそうしてるかどうかわかりませんけど、まあ、早く欲しい人はね、あの標準レンズ安いやつを作ってもらうっていうやり方をやってたと思うんですけどね、そういう風に思って行ったんですけど、今はね、一番薄いレンズもね、在庫があるんですよ。だからその場で作ってもらっちゃって、しかも平日の朝っぱらに行ったんでね、2、30分だったかな。うん、測定の待ち時間も、まあ、20分くらいで、で作ってもらうのも20分くらいだったかな。だからね、もうすごい、ジーンズも最強最高、安く作れるし、薄いレンズも在庫してて、時間によっては、すぐ作ってもらえるっていうね。いや、どっから利益出てるんですかね。もうとにかくね、おすすめです。皆さんいかがでしょうか。あ、ちなみにこれはね、捨てますかって言われるんですけど、まあ、今回くださいって言って、袋も回ってきました。